刺し網は、魚類などの水生動物を捕獲するための漁網の一種で、ある。刺し網は、目標とする魚種が遊泳、通過する場所を遮断するように網を張り、その網目に、魚の頭部を入り込ませることによって漁獲するための、漁具である。この刺し網を用いて行う漁法を、刺し網漁という。刺し網漁は、北アメリカの太平洋岸における漁法としては、一般的な方法である。 また、1980年代においては、日本、韓国、台湾の漁船によって、流し網は非常に多く使用された。捕獲対象となる魚種の体調が均一の場合、刺し網の網目の大きさはこれらの魚種の頭部が差し込むように調整されている。網目の大きさ、より糸の強さ、網の大きさなどは、本格を防ぐために厳密に規定されている。 特に酒量については、酒以外の魚を捕らえることは非常に少ない。網目に魚の頭部が刺さると、その網目から逃れ出ようとしても、災害や背びれが網に引っかかって逃げられなくなっている。このような構造から、通常は網目よりも小さな魚は無傷で網目をすり抜けることが可能である。他の魚もが被せ取る、救い取ることによって、 水域の魚群の種類に関係なく一網打尽にしてしまうのとは対照的に刺し網は比較的狙った魚種のみを捕獲することができるため効率の良い漁具と言える。また刺し網は捕獲対象となる水生動物の体調が不均一の場合網目に絡ませて捕獲することにも利用される。刺し網漁を描いた絵画刺し網は モ具グの設置場所によって、網を皆底に設置する底刺し網、中層、または上層など、水底以外に設置する浮き刺し網に区別される。また、漁業法上の区分によると、以下の5種類に分けられている。刺し網は、厳密には、網目のサイズに合わない生物を捕獲しにくい。しかし、網目に多くの大きな魚を刺し、網がもつれる状態になると、 小さな魚も捕らえられることがある。また、刺し網は、イルカなどの海生哺乳類、ウミガラスなどの潜水型ウミドリ、ウミガメなどにとっては大きな脅威となる。このような刺し網の難点から、通過しようとするすべての生物を見境なく、捕獲してしまう可能性が高く、クジラやイルカの生態への悪影響が懸念されるなどとして、1991年12月20日、 第46回国際連合総会において、公会上における大規模流し網操業の禁止が決議され、現在に至っている。なお、この決議に対して、日本と韓国の2カ国が、それぞれの国内事情により反対票を投じた。日本の漁業法上においても、小型サケマスを漁獲する流し差し網漁業は、法定知事許可漁業と規定され、また、 中型の酒ます流し網漁業も大臣許可漁業に指定されているなど、差し網の使用は官邸機関によって管理監督されている。ありがとうございます。